どうも皆さんこんにちは、スターディの河野玄斗です。今回扱うのは火曜日生まれの男の子問題なんですけど、この問題ですねめちゃくちゃ面白くて、これ結果が直感に反するんですよ。問題見ていくと、子供が2人いる、で次の条件のもとその子供がどちらも男の子である確率を求めよう。で括弧1番が少なくとも1人以上が男の子である場合、で括弧2番が少なくとも1人以上が火曜日生まれの男の子である場合、これね括弧1括弧に違うのは火曜日生まれのというね曜日に関する情報が増えただけでね。で一見これ性別とね無関係そうに見えて、実は括弧1と括弧2の確率が変わってくるんですね。この結果ね直感に反すると思うんですけど、実はある具体例を一つ考えることによって気に落とすことができるんですね。この問題を通して確率の面白さを感じ取ってもらえたらいいなと思います。それではまず括弧1番から、少なくとも1人以上が男の子である場合、まあ、今回ね子供が2人いるわけだから、その2人を A と B というふうに名付けましょう。そうしたら A が男の場合と女の場合があって、 B が男の場合と女の場合というふうにあるわけだね。すなわち全部で考えられるものとして、 A 男 B 男 A 男 B 女 A 女 B 男 A 女 B 女と、この4箇所だから、もしこの括弧1の条件がなかった場合はどちらも男である場合ってのはこれでしょ。だから4分の1という風になるんだけど、今回ね括弧1番少なくとも1人以上が男の子である場合っていう条件があるね。まあこういったね条件付き確率なんですけど、ポイントはこの条件の中に世界が縮まると。要は元々だったら A が女 B が女っていう場合があったわけだけど、この条件によってこの世界がねありえなくなるわけね。すなわち世界としてはこの3パターンに限定されると。よってこの3つのうちどっちも男になる場合は1つなわけだから、答え3分の1というふうになるわけね。まあこのね括弧1番は基本的な問題。じゃあ続いて括弧2番、括弧2番ね、火曜日生まれっていう条件が加わることによって3分の1からねどういうふうに変化していくかってことを見ていきましょう。まず A さんとしてね考えられるものっていうのは、月曜日生まれの男の子、火曜日生まれの男の子点点点ね、まあ日曜日生まれの男の子、これが男の子の場合の7通りあって、女の子の場合も同様月から日まであると。まあこれらねそれぞれ1、2というふうに番号を振ってあげると、 B さんについても同様でね、 B さんについても1から14まであると。でここで一旦ねこの男女の部分で線を引いてあげます。だからここが7でここが8ね。こういう風に線を引いてあげると、ね、どっちも男である場合っていうのはこの中でね、この中にある場合ということがわかる。で今これ少なくとも1人以上が火曜日生まれの男の子であるっていう風に言われた時点で世界がね限定されるわけ。どこに限定されるかというと、ここねどっちかが火曜日の男の子、丸2番である必要があるわけだから、世界としてはこの中に限定されてるわけだよね。例えばここだったら A さんが火曜日の男で、B さんは7番だから日曜日の男の子みたいな感じね。でこの中のうち、じゃあどちらも男である確率はって言われたら、それはこの中のここの部分に対応するわけね。じゃあこの全ての場合っていうのが何通りあるかというと、この丸の数ね、ここで14個、ここで14個でダブリが1個あるわけだから 14×2-1 で27と。じゃあ今度この青の部分ね、どちらも男である場合は何個あるかって言ったら7×ダブリだから 7×2-1 で13というふうになる。よって答え27分の13というふうになるわけだね。よろしいかな。まあこんな感じで計算をしてみると、当然ね3分の1から変わってくるわけね。まあこれまとめると、括弧1が3分の1で 0.33 と、で括弧2が27分の13だいたい 0.48 と、こういうふうに増えてったんだけど、実はねこんな感じで男の子以外の情報、火曜日生まれで他にもね、例えば1月1日生まれとかね、まあ、いろんな A 型とか、そういった情報をどん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 付け加えていくことによって、0.5 にね、確率が近づいていくの。これ一見ね、直感に反するように見えて、実はある具体例を考えると簡単にね、納得できるね。っていうのも、少なくとも1人以上が火曜日生まれの男の子っ
ていう風になってるところを別の具体例、少なくとも一人以上が河野玄斗である場合、僕である場合、こういう風に言い換えてみましょう。そうしたら、これね、子供二人いるって言ったんだけど、それって、まあ、河野玄斗、プラス、誰か、なわけでしょ。じゃあ、その二人がどちらも男である確率はっていう風に聞かれたら、まあ、こっちは男確定だから、まあ、残りのね、一人が男である場合、男と女の2分の1と。こういうふうに 0.5 というふうに言えるよね。こんな感じで片方の男の子がより唯一無二の存在になっていけばなっていくほど 0.5 に近づいていくと。まあこれね、片方が、まあ、河野玄斗でもいいし誰でもいいんですけど、まあある人っていうふうに限定されると 0.5 になると。だから 0.33…… から 0.5 にどんどんね、いろんな情報を付け加えることによって近づいていくよっていうことが感覚的に理解できるんじゃないかなと思います。ということでね、今回一見直感に反するね、面白い問題を扱ってきたんですけど、今後もこういった面白い問題を取り扱っていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。